ジャニー、ジャニー、20歳、ついにお酒が飲めるとき。ラウちゃんがもうすぐ20歳になってお酒を9人で飲むと考えるだけで頭が噴火しちゃいます。お酒が飲めるようになったら弱いか強いか教えてほしい、というラウさんからの川柳でした。動画の最後にも投稿いただいた川柳をいくつか紹介します。はい、それでは1月9日月曜日から1月12日木曜日までのスノーマン出演情報をテレビ、配信、ラジオ、雑誌、その他の順で紹介していきます。毎週木曜日と日曜日にスノーマンの出演情報を投稿しているので、チャンネル登録お願いします。はい、まず最初の出演媒体はテレビラビットです。出演するのは佐久間くんです。1月10日火曜日8時から9時55分に TBS で放送されます。スタジオ生出演します。スノーマンにとっては今年一発目のラビット生出演となります。ちなみに、この日はスタジオにジャニーズ WEST 重岡大毅くんも生出演します。佐久間くんと重岡くんの絡みも楽しみですね。はい、続いての出演媒体はテレビかまいガチゴールデン2時間スペシャルです。出演するのは佐久間くんです。1月11日水曜日19時から20時54分にテレビ朝日で放送されます。ゲストとしてスタジオ出演します。内容は、佐久間くんと目黒くんが韓国ロケに行った時の思い出を語るそうです。これは2019年放送の有吉ゼミのロケのことですね。当時テレビ出演がほとんどない中での地上波ゴールデンへの出演。さらには海外ロケだったのでそのターンが大いに湧いたんですよね。その有吉ゼミのロケのエピソードが聞けるのは楽しみですね。加えてデビュー前のバックダンサー時代の映像も放送されるそうです。はい、続いての出演媒体は配信 YouTube 動画です。出演するのはスノーマンです。1月11日水曜日17時にスノーマン公式 YouTube チャンネルにて配信されます。毎週水曜日の17時に動画が投稿されているので今回も投稿されるはずです。おそらく今回はメンバーから4人くらいが出演する企画系の動画だと思います。はい、続いての出演媒体はラジオスノーマンのスノーマンマです。毎週スノーマンメンバーが交代で2人ずつ放送を担当していますが、今回は珍しくまだ担当メンバーが発表されていません。発表されたらこの動画のコメント欄でお知らせしますね。はい、続いての出演媒体は舞台新春歌舞伎公演サネモリーです。出演するのは宮舘くんです。1月9日月曜日は12時から新橋演舞場にて上演されます。公演4日目です。はい、続いての出演媒体はサネモリーで、1月10日火曜日は12時からそして16時半からの2公演あります。はい、続いての出演媒体は舞台サネモリで、1月11日水曜日も昼と夕方の2公演あります。はい、続いての出演媒体は舞台サネモリで、1月12日木曜日は昼のみの1公演です。初日の1月6日から休みなく7日間連続で公演がありました。この日の翌日1月13日金曜日は久しぶりの休演日です。はい、続いての出演媒体は雑誌アンアンです。掲載されるのは宮舘くんです。1月11日水曜日発売の1月18日号です。表紙を飾ります。高潔な鼓動という特集が組まれています。はい、続いての出演媒体は雑誌テレビステーションです。掲載されるのは佐久間くんです。1月11日水曜日発売の1月14日号です。スペシャルグラビアが掲載されます。続いての出演媒体は雑誌ザ・テレビジョンカラーズです。掲載されるのはスノーマンです。1月11日水曜日発売のホワイトボリューム56です。スペシャルグラビアにスノーマンが掲載されます。9人とキュートな赤ちゃんのほっこりタイムが掲載されます。赤ちゃんとスノーマンの絡みが楽しみですね。はい、続いての出演媒体は雑誌ザ・テレビジョンです。掲載されるのはスノーマンです。1月11日水曜日発売の1月20日号です。紅白歌合戦そしてジャニーズカウントダウンのリポートに掲載されます。加えてスノーマンの連載スノーライフも掲載されます。今回の連載担当メンバーは阿部くんと向井くんとラウールくんで、テーマはワクワク理科の実験です。続いての出演はイベントで第34回日本ジュエリー賞受賞式です。出演するのはラウールくんです。1月12日水曜日の14時から東京ビッグサイトにて行われます。ラウール君は日本ジュエリーベストドレッサー賞の10大部門を受賞しています。受賞式の観覧申し込み方法はこの動画の後ろの方で紹介します。翌日の朝のワイドショーで受賞式の様子が取り上げられるはずなので、1月13日の目覚ましテレビなどは要チェックです。はい、続きましてお知らせです。
阿部くんがレギュラー出演している今夜は謎トレの新年初回放送が1月10日に放送されますが、今回阿部くんは出演しません。阿部くんは前々から決まっていた仕事があり収録に参加できなかったそうです。代役としてトラビスジャパンの川島ノエルくんが出演します。はい、続いてお知らせです。連続テレビ小説舞い上がれですが、1月9日月曜日から1月12日木曜日の期間に目黒くんは出演しません。次に目黒くんが出演するのは1月13日金曜日です。はい、続きましてお知らせです。ジャニーズカウントダウンのジャニーズショップオリジナル真四角フォトが1月10日火曜日に販売終了します。ジャニーズショップの店頭とジャニーズショップオンラインで購入できます。はい、続きましてお知らせです。ラウールくんが登壇する日本ジュエリー賞の授賞式が1月12日木曜日に東京ビッグサイトにて行われます。受賞式の観覧席が100席設けられていて、当日に会場で抽選が行われます。その抽選会への参加申し込みがスタートしています。申し込み期限は1月12日午前10時までとなっています。ただし、注意点があります。この抽選会は国際宝飾展の会場内で行われますが、その会場内には宝飾関係者や商談仕入れ目的の方しか入場できません。ジュエリー系のお仕事をされている方など、該当する方はチェックしてみてください。はい、続きましてお知らせです。スノーマンのセブンスシングル、オレンジキスの購入特典動画の視聴期限が1月12日木曜日の正午12時までとなっています。はい、今回の出演情報は以上です。はい、それでは視聴者さんに投稿していただいたスノーマン川柳を8個紹介します。はい、まずは、太ったと報告されて安堵する。目黒くんが2週間で 4.5 キロ太ったと聞いて安心したという仲間さんからの川柳でした。はい、続きまして、シングルにノーサレンダー入ってて、トレスノの最新テーマソングまだフルで聞いたことがない、どこかで聞けるのかなというシュガーマムさんからの川柳でした。あとモスの CM ソングのラブクラシックもまだどこにも入ってないですよね。タペストリーとノーサレンダーとラブクラシックが次のシングルに入るんでしょうかね。はい、続きまして、今年こそドームのツアーの発表を、スノーマンについてのアイリスさんからの川柳でした。ストーンズが先日追加のドーム公演が決まったので、今年スノーマンもドームツアーあるでしょうね。はい、続きまして、新年の恒例行事ラブミードゥ、スノーマン公式 YouTube チャンネルの新年恒例企画についてのシュガーマムさんからの川柳でした。占い師のラブミードゥさんによる占い企画が今年も配信されました。続きまして、憧れの先輩のインスタで顔出した、伊達様が亀梨くんのインスタのストーリーで顔を出していたことについてのマリクマさんからの川柳でした。これは知らなかった人結構いたんじゃないでしょうかね。はい、続きまして、紅白でこっそりやってるサイレント、葵チャンネルさんからの川柳でした。紅白のブラザービートで宮舘くんがやってたプリンの手話のことですかね。続きまして、賞獲得、次は雑誌の連載か、渡辺くんがベストビューティーマン賞を獲得したので美容系雑誌の連載を持ってほしいという B 型好きの大型さんからの川柳でした。続きまして、先輩降臨、それすの春からゴールデン、それすのがゴールデン昇格で調整中だという報道があったことについてのシュガーマムさんからの川柳でした。コメントでの川柳の投稿ありがとうございました。はい、今回も推しの最近のニュースを575に込めてコメントをしてください。最近スノーマン関連で嬉しかったことや推し活についてなど、テーマから外れていても何でも OK です。お待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ジャニジャニ。